西武プリンスドームからお伝えしてまいります。パシフィックリーグ公式戦、なんとかどっちから発生したのか、日本のファイターズの23回戦です。解説は小宮山悟さん、西井俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。さあ小宮山さん、今日のゲームどのあたりに注目されてますか？そうですね、やはり参ったでしょうね、はい、積極的に足を使ってくるようなチームですから、とにかくランナーを塁に溜めないようにしっかりやってもらう。西さん、下位打線がいやらしい攻撃をしてくるチームというのは非常に嫌だと思うんですが、ピッチャーとしてはどうなんですかね？いや、やはりね、気が抜けないというのはね、ピッチャーにとっても疲労感が増しますからね、後々効いてくると思いますよ。そうですよね、いやらしいバッティングができるかどうか注目しましょう。斉藤が打席に入ります。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。インサイド決まっています。いいところへ決まります。ノーボール2ストライク。インコース詰まりました。田中抑えてワンアウト。バッターは2番に入っている秋山。前回のゲームでは無安打に終わっています。まずはワンアウトを取っています。今日の先発ピッチャーは斉藤。ここまで16勝をマークしています。防御率も現在リーグトップです。小宮山さん、それにしてもよく抑えてますよね。まあ結果も出てますし、ここまでは内容的にもいいですよね。低めの変化球は外れました。打ちました。ファウルになります。よく見ています。これはバット出ず三振です。ツーアウトになっています。クリーンアップが登場します。バッター森、現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。ツーアウトランナーありません。マウンド上斉藤、そしてキャッチャーは市川。このバッテリーをライオンズ打線がどう攻略していくか。西さん、この辺りいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。そうですね、その打線センターに投げ上がったか。これで5試合連続安打。ツーアウトランナー1塁。どうかわりくんだ。バッターボックスは中村。今シーズンここまでホームランは30本。現在のホームラン数はリーグ3位となっています。ヒットでランナーを一塁に置いています。まあここは際どいところに打っていかないといけませんね。しゃあ、三振。あれは打てんだろう、さすがに。丁寧なピッチングで三振です。ゲームはこれから2回の裏に入ります。ライオンズの攻撃。5番バッターメヒア。ライオンズ0対0で迎える。何変化球空振り、ワンアウトです。バッターは DH 木村。前回のゲームでは無安打に終わっています。ワンアウトランナー一塁です。内へ曲げてきました。さあ追い込まれてしまいました。まあ、次はボール気味に来るでしょうね。まあ、インコース詰まりました。この打球はフライになっています。ピッチャーが構えます。取ってツーアウトです。ツーアウトランナー一塁と変わります。バッターボックスは8番鬼崎。2試合当たりが出ていません。ツーアウトになっています。これが2球目。打ちました。これセンターに抜ける。
中だったかな、もう知らない。二塁はセーフ。ライオンズチャンスになります。ツーアウトランナー二塁一塁。さあライオンズ一打先制のチャンスです。まずは先に点を取ってピッチャーを楽にしてあげたいですね。そうですよね。まあそしてこういう場面で打ってくれるバッターですから、ファンも期待しているでしょうね。さあ、打線ランナー釘付け。ここはチャンスをものにすることができませんでした。先制点かと思われたのですが、最後は三振に倒れました。もったいないですよね。あれは打てねえよ。西さん、早めに両チーム点を取りたいところだと思うんですが、いかがですか。そうですね、主導権をね、早めに取りたいですよね。さあ、どちらがその主導権握るんでしょうか。見送ります。ファウルになります。見送っています。何入らんかでくれればというようなボールでしたが、よく打っています。打ちました。セカンドが取る。アウト。ワンアウトです。今回あんま三振が取れんの。2番バッター秋山、斉藤、まずは先頭バッターを打ち取っています。アウトコース、空振りです。ツーアウト。3番バッター森、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ツーアウトになっています。インコース決まってストライク。低めのボール入りました。ノーボールツーストライク。そう入んねえか、あれが。見逃して三振になります。スリーアウト、チェンジ。もう今回も点が取ってくれな。ライオンズは4回裏の攻撃になります。中村がバッターボックスに入ります。ライオンズ得点に動きはありません。0対0で迎える4回の攻撃です。さあゲームは両ピッチャーの好投でまだ得点が入っていません。西さん、緊迫したゲーム展開なんですが、こういった時のバッターの心理状態はどんなものなんでしょうか。まあ、とにかく難しく考えないことですね。とにかく積極的にしっかりとボールを絞っていきたいですよね。そんなバッティングができるんでしょうか。打ちました。取った。一塁送球。アウト。ワンアウト。バッターボックス、メヒア。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。まずはワンアウトを取っています。まあ、ここは際どいコースも含めて狙っていく感じになりますね。なるほど。さあ、バッターは何を待っているか。膝元へ持ってきました。あっという間にツーストライクです。さあどうだ、ヒットになった。これでマルチヒット。足もすごく助かった。足は速かった。無理になりました。非常に速い打球でした。鋭い当たりでしたね。6番バッター栗山、ヒットでインコース弾き返した。ツーアウトランナー一塁と変わります。バッターは今日 DH に入っている木村。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトになっています。
ここからは確実に狙っていきたい。さあ外してくるのか。ファウルになります。見逃して三振です。際どいコース決まりました。チームとしてはピッチャーに0点に抑えられているわけですが、バッターとして何か対策が必要だと思うんですが、いかがですか。まあこれまでの打席を踏まえてね、いろいろと考え方を整理しなきゃいけないですね。なるほどね。修正整理できるんでしょうか。見送っています。アイランド振ってくれればというようなボールでしたが、見送っています。変化球空振り、ワンアウトです。9番バッターバッティア斉藤、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。今日の先発ピッチャーはライオンズが牧田、そしてファイターズが斉藤、この2人の投げ合いとなっています。際どいボール外れました。改めてお聞きします、バッターのバキヤ、どういったタイプのバッターでしょうか。いや、しぶといバッターですよ。ゴテゴテゴテ打ちました。アウト、ツーアウト。打順はトップに帰って斉藤、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。初球見送っています。さあ2球目は何か。低いところへ決めてきました。ノーボール2ストライクです。インサイド押しました。これはどうか。一塁送球。これで7試合連続安打。ああもう完全に打ち取ってるんだろうな。これが先ほどのプレーになります。完全に打ち取ってるんだろう。さあ一塁には同点のランナー。ファーストランナースタート。キャッチャー二塁送球、滑り込んでアウト。盗塁失敗。仕掛けていったんですが、スチール成功とはなりませんでした。いやこれは残念でしたね。まあ、早いボール投げとったからあれで間に合ったな。今日は非常にコントロールが良く、ストライク先行です。球種の割合はご覧の通りです。5本はちょっと打たれすぎだな。6回の裏、追いかけるライオンズの攻撃。2番バッター秋山、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ライオンズビハインドで迎える6回の攻撃です。空振りになります。ノーボール2ストライク。見逃し三振、ワンアウトです。バッターボックスは3番森。斉藤、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。打ちました。三遊間抜ける。そしてマルチヒット、バッターランナー一塁です。バッターボックスは4番中村。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。インコース打ちました。センターに投げる。マジか。メヒアが入ります。さあここは追い上げておきたい場面。クルクスタンドへ入りそうです。あっぶね。まあ、向こうは閉鎖性を狙ってると思いますから、実中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。バッターのメヒア、今シーズンの得点圏打率は2割6分6厘となっています。なんで通りやの、実は物足りない気もしますが、その分打ちました。いい打球だ。いや、ここでね、一気に攻めたいですね。ここで得点が入りました。ここも続きたいですね。まあ、いい場面でいいバッターですから、非常に期待が持てると思いますね。その期待に応えてほしい栗山が打席に入っています。
空振り三振、タイムリーとはいきませんでした。これは決まらんと。このチャンスをものにしたい場面でしたが、ツーアウトになりました。さあ、そしてバッターボックスには木村が入っています。ここはいいバッターが続きますから、チャンスですね。さあ、ツーアウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。まあ、チームとしてはここはしっかり得点して同点にしておきたいですね。なるほど、そうですよね。これはよく見ました。変化球打った、セカンド取った、一塁アウト、これでスリーアウト。もうでき次第で決まってくるね、サイトは。しかしこの回、西武ライオンズ点差を縮めていきます。この時切れ味をもうちょいつけたい。ライオンズが追い上げを見せています。その1点取られたのはしょうがない。ライオンズ逆転セブンの攻撃になります。バッターボックスは8番鬼崎。ライオンズビハインドで迎える7回の攻撃です。西さん、チャンスを作るにはとにかく上に出なければいけません。まあ、やっぱりこの回でね、得点できるかできないか、これは大きいですよね。これはバット出ず三振です。ワンナウ。バッターボックスは9番脇谷。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。斉藤、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。いいところへ決まります。あっという間に2ストライクです。低めの変化球は決まりません。ファウルになります。さあ、5球目は何か。インサイド落ちました。いい当たりですが、打順は1番に返ります。バッター斉藤。先ほどの打席は俊足を見せつけての内野安打でした。ツーアウトになっています。インサイド落ちました。レフト弾く。何やってんだ。これでマルチヒット。ツーアウトランナー一塁。さあ、一塁ランナーを返したいこの場面。バッターボックスには秋山。そして塁上にアウトコース打ちました。ショート取った。スリーアウトチェンジ。あれ、何やってんの。ピッチャー変えてもダメになっとるじゃん。やはりホームランでのサヨナラは大いに盛り上がりますね。いや、本当ですね。継投がダメだよ。いいバッティングでしたね。いや、素晴らしいゲームでした。勝った西武ライオンズ、サヨナラ勝ちという劇的な勝利をものにしました。一方のファイターズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームは西武ライオンズが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで西武プリンスドームから失礼します。本日は最後までご参加いただきまして、本当にありがとうございました。継投につなげたら継投失敗じゃん、これ。